陸上自衛隊教育訓練研究本部、陸上自衛隊教育訓練研究本部は、東京都目黒区の目黒駐屯地において新編された、陸上自衛隊の機関。2018年2月9日に交付された、自衛隊法施行令等の一部を改正する政令に、基づき、2018年3月27日に、陸上自衛隊幹部学校と、 陸上自衛隊研究本部を統合して発足した防衛大臣直轄の機関である。教育訓練研究本部においては自衛隊法第25条第1項に規定する事務の実施の企画総合調整及び統制業務、陸上自衛隊幹部学校の主任務である、陸上自衛隊の部隊の上級部隊指揮官または上級幕僚としての職務を遂行するに必要な、 知識及び技能を習得させるための教育訓練の実施及び陸上自衛隊研究本部の主任務である陸上自衛隊における大部隊の運用等に関する調査研究を担任することとされている陸上自衛隊研究本部の前身は陸上自衛隊幹部学校研究部であり実質的には両者が統合される形ではあるものの陸上自衛隊幹部学校にはなかった 各職種学校の運営を統制する任務が新たに付与されることから、全身組織とは、趣旨、性質をことにする点であることに留意。陸上自衛隊教育訓練研究本部は、大日本帝国陸軍における、教育総幹部に相当する。教育総幹部の長である、教育総監は、陸軍大臣、参謀総長と共に、陸軍参長官と呼ばれる要職の一つであった。 自衛隊法施行令の規定により、陸上自衛隊教育訓練研究本部長には、陸将が副本部長及び、各部長には陸将補が当てられる。ありがとうございます。